はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキー製造工場へようこそ。工場長の龍です。さあ本日なんですが、というか本日のクソレッキーなんですが、勇気と力と害悪をドッキングしたモンスターパワーツールブレイバードラゴンはご存知でしょうか皆さん。このモンスターね、簡単に言うとぶっ壊れてまして、こいつ特殊召喚に成功した時にデッキ墓地から装備アホカード3枚まで選んでこいつに装備できるっていう効果書いてあるんですね。もうこのカードはイカれてます。はい、この効果イカれてます。装備カードって悪用できるカード無限にあるじゃないですか。だからね、こんな効果つけちゃダメなんですよ。で今回何をしていくかっていうと、装備カードですね、装備するカードを見てもらえば分かるんですが、俺竹光、妖刀竹光、煙玉っていう3種類をね装備していくんですが、これを装備して何するのか分かった方、クソデッキ、製造の資格ありと見ております。まあ、簡単に言うとパワーツールブレイバードラゴンってターンスキップできるんですよ。まあ、ターンスキップっていうかメインフェーズスキップですね、基本的には。装備するカード3種類にし、をまず俺竹光と妖刀竹光にするんですね。で妖刀竹光の効果が、竹光カードを手札に戻すと、そのターンダイレクトできるっていう謎の効果あって、これで俺竹光手札に戻すんですよ。でパワーツールの効果で装備カードを墓地に置くことによってフィールドのモンスターの効果を無効にするか、そういう表示形式変更できるっていう効果があるんで、これ使うんですね。でこれで妖刀竹光をコストにして送ると、妖刀の効果で竹光カード持ってこれるんで、燃え竹光サーチできるんですね。だから燃え竹光と折れ竹光をこのモンスターで条件揃えながら展開していくことができるんですよ。であとはまあメインフェーズ2かバトルフェーズスキップすればいいんで、ターミナルワールドか、覇者の一括っていうカード、これを使って実質アイドルターンをスキップすればいいという、そういう話ですね。まあ、ここちょっとサーチないので、まあ、本当はね、悲願ギミックとか使えば、全然、揃えることはできるんですけど、まあ、今回のね、ギミック上ちょっと、ランク前を構築にしてきたので、まあ、一応、これは素引きって感じになってます。で、そんなことしなくても一応ね、展開通ればかなり制圧できて、これ一応ターンスキップした後に必ず満喫できるようにしてあります。なんでかっていうと、スクラップギミック採用してるから、スクラップから一応、パワーツールブレイバーまでつなげるんですけど、まあ、ここからね、これが一番早いんで、これ使って、で盤面にバロネス、ブレイバー、超雷竜みたいな感じにして、相手の、カードをバロネスとかブレイバーで妨害しすることもできるし、まあ、ターンスキップもできると。で、しかもピーピングハンデスもできるという、まあ、そういうデッキですね。はい。早速、このデッキの凶悪な動き、これをご覧いただきましょう。デュエル?スタンバイ、まあ、デュエルというか蹂躙スタンバイ。強そうではある。ハンド的にはターンスキップは一応全部展開が通れば確定する。とりあえずスクラップリサイクラー召喚してここに誘発受けさせよう。召喚リサイクラー効果頼む、打ってくれ。なんか誘発うららエフェクトベイラー無限法要全部打っていいぞ、全部打っていい、打て。よしよしよし、これ化石調査あるとね、一応誘発1枚までだってケアできるんですよ、これ。リサイクラーに。なんで、化石調査、これね、スクラップ見たらね、多分ね、リサイクラーに打たない方がいいと思います、基本的には。展開貫通されることあるんで、これで。だからね、どこがいいかな、なんかワイバーンとかですかね、スクラップワイバーンとかの効果を無効にするのが一番いいかもしれない。で、瞬速のギラザウルス特殊の成功効果発動で、相手が墓地から特殊の成功があんま意味がない、いないから。で、ワイバーン、こうなるんですよ。ここがね、誘発を打つタイミングだと思うわ。うん。なんかあんの相手。もう一枚なんかない。これに無効は無理だわ。無限包囲は無理。あ、増人はいい。あ、いや、幼女に食べてもらおう。幼女じゃない。幼女ゴキブリ大好きだの、私。私の好物はゴキブリ。ゴキブリのソテー。で、スクラップリサイクラーを特殊化。サレンダーしないで。サレンダーしないで。サレンダーしないで。一応見て。一応展開見て。で、スクラップワイバーン。効果で、ゴーレム特殊。はい。はい。で、やべえな、サレンダーするぞ。で、ゴーレム効果。ちなみにこれ展開めっちゃないですよ。展開めっちゃ。めっちゃ長いんですよ。サレンダーされる確率 80% くらいあります。はい。で、墓地へ送るカードを正常にしていく。
で、ですね、とりあえず2体のモンスターを使ってオーバーレイ、あ、オーバーレイじゃねえや、リンク召喚。はい。で、リーブ21出していく。で、リーブ21効果。デッキから生物カードをセットできるんで、継ぐものセット。で、継いでいく。継いでいくと、リンク先にスクラッピングゴーレム特殊できる。で、ゴーレム効果発動して、自分の墓地からリサイクリング特殊召喚。で、リサイクラー効果発動。リサイクラーが過労してるデッキと言われてますね、基本的には。このデッキ。はい。リサイクラーくん何回出してくんだろう、このデッキ。まあ、一応3回くらい出すのかな、多分1回目、2回目で3回目、そう、3回くらい出しますね。はい。で、バリケードベルク。はい。で、まあ、勘のいい方だったらお分かりなんですけれども、これで機械族モンスターが2体なので、ラドンちゃんがね出ちゃうんですね。で、ラドンちゃんの効果発動して、リンク召喚成功時トークンがなぜか知んないけど3体生まれる意味不明な効果。盤面にはトークンとリンクモンスター意味不明なモンスターたち、チューナーがいない。とりあえず、ラドンの効果を発動する先にまずはジェットシンクロンか、ジェットシンクロンの効果を発動。手札は1枚墓地送って、覇者の一家さ10なんで残しておいて、ジェットシンクロンを特殊召喚。そして、ラドンの方が発動。デッキから幻獣機モンスター1体を特殊召喚できるぞ。うおーぷいー。そしてこれでいつもの展開ですな。はい、終わりの、世界が終わる展開ですな。で、一応今までだったらね、制圧してたと思うんですよね。まあある程度ね、強いモンスター、サベージとかバロネスとかなんかアーデクとかそういうの立てて、なんか割と制圧盤面みたいなの敷いてたと思うんですよ。今回は制圧なんていう生ぬるいことはしません。はい、生ぬるすぎます。たターンスキップしちゃえばいいんですよあのね、ターンスキップしちゃえばいいんですね、基本的にで、バロネス出して、で、暴天候の効果、フィードガル包丁からなので、デッキから流星モンスターを特殊召喚するんで、春芸を特殊召喚。はい。で、レベル3のトークンにレベル1のジェットシンクロンをチューニング、シンクロ召喚。現れろ、ルイ・キューピッツ。で、こいつはチューナー、シンクロ召喚に使ったチューナーの数だけレベルを上げるか下げるかできるんで、レベルを上げて、そしてレベル4の春芸にレベル5のルイ・キューピッツをチューニング。世界の平和を守るため、勇気と力と害悪をドッキング、シンクロ召喚パワーツール、ブレイバードラゴン。そして害悪ツール、ブレイバードラゴンの効果を発動。デッキ墓地から装備魔法カードをいっぱい装備できる、まあ、3枚まで。で、妖刀からの俺からの煙玉で累級効果、コリドを持ってくる。で、妖刀効果、フィールド上の竹別カードを手札に戻しながら、このターン誰叩くできる意味ない効果。バロネス君の効果先使うか、先でよかったこれ。はい。で、煙玉叩き割って、君の手札見せてくれる一回。で、煙玉効果発動して相手ピーピングしてハンデス、あー鉄スプね、はい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 、なるほど、スプライトブルーですね。で、相手手札キットキットね、オッケー、キットキット。で、パワーツール、ブレイバードラゴンの効果発動、妖刀竹光を墓地送って自身を守備表示にする効果を使う。すると妖刀竹光の効果によって燃え竹光持ってこれてで、燃え竹光発動で、俺竹光を発動あ、竹光カード発動したな。おいお前、おいお前、おいお前、次のメインフェーズスキップしろ。で、ネメシストリート効果で、ジェットシンクロンをデッキに戻して、ネメシストリート特殊召喚して超雷竜出してこれで一応次のターンのね、ワンキル打点は揃ってますんで、はい、まあ次のターンなんてないんですけどね、あの相手はね、俺はあるけど。で、セット、はい。で、エンドフェーズでーす、どうぞ、あなたのターンでーす。で、相手スタンバイフェーズ、覇者の一家殺到してバトルフェーズスキップするかわいそうにな、
残念ながらピーピングしてるからもう回答だけど知ってんだよな。メインフェーズスキップされます。でバトルフェーズ入ろうとするんですけど、バトルフェーズスキップされるんでメインフェーズにもスキップされます。でエンドフェーズ悔しいでしょうね。あなたのターンが一生来なくて悔しいでしょうねこれが勇気と力をドッキングした結果よ。やべえ、やばい。これ何ムーブ、これ実家ムーブ、これ実家ムーブじゃない、実家ムーブな気がするんだこれ。あ、実家ムーブだ、実家のような安心感ムーブ実家のような安心感、このゼンマイムーブ最近あのゼンマイムーブを実家ムーブと呼んでいます。なんでかっていうと、あのこの動き安定すぎて実家のような安心感があると同時に、あのほんとなんか親の顔より見た光景だからです。おーおーおー、なんかすげえすげえスケールの張り方してんな。やばいな、ギータスは普通に。あーあーあーあああ、強い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 、やばいこと起きてる。まあ、ゼンマイムーブって結構見てるのも面白くないですか。なんかあの何起こるか結構人によって結構変わるんですよね。だからなんか割とね、このギミック割と独自性が、まあ最初は同じだけど後から独自性が結構生まれるかなと思ってるんですけども、トレジャーパンダ、これ何起き、トレパン、やばいやん。なんかマキラとかいう史上最強モンスター送ろうとしてるやんそれ。何これ、ラドンはやばすぎ。ラドンって何これ、何が起きるやつ、何置き、自分の墓地からトラップカードを選んで手札に加えることができる撤収命令。あー、マキュラの効果発動させちゃった。トレジャーパンダの効果、はいどうぞ。え、嘘嘘マジ、あ、そういうこと、そういうことしちゃう融合、どういうこと、何これ、何置き、あれこれ、これで撤収命令ぶち込むんじゃないの。はあ、で封印されしエクゾディアと、あ、パーツ、パーツだ、パーツ5体で、あ、クインテッドマンション、なるほどなるほど、わからん、融合解除、あ、え、これもしかして全部盤面に並ぶやつこれじゃあ天才、盤面に揃えた後に手札に揃えた神ゲーすぎ、おいお前天才だな、おい、ちょっとそのデッキレシピ教えてくれ。